はいどうも皆さんこんにちはこんばんは。最近ラノベ小説にドハマりしているマグロさんです。そのせいで動画編集全く進まなくてイライラしてる霊夢です。カルシウム足りてないんですね。フランです。前回から1週間空いてますけど、前回ってどんな内容でしたっけ？ドイツに宣戦布告される。なんとか前線を突破、ドイツの首都を落とす、イギリスが突然宣戦布告してくる、こんな感じだったな。あ、そうでした。でもなんでイギリスが突然宣戦布告してきたんですか？原因はエチオピアだ。かなり前のアプデでエチオピアはイタリアに降伏して併合された後も亡命政府がイギリスに作られ、一応戦争中だったんだ。そんでイタリアとフランスが同盟、イタリアはエチオピア亡命政府と戦争中だから参戦してと要請を出してくる。そんなもの参戦するメリットないですし、虫が一番じゃないんですか？ああ、だがそこで伸びてるバカが何度も要請来てうざいって理由だけで、後のことは何も考えず参戦。そんでエチオピアは正式に連合国陣営に加盟、そして宣戦布告に繋がったってわけ。なんだ、結局ウプ主さんが原因じゃないですか。イタリアなんて味方につけなければよかった。さんざ助けられておきながらよく言えたな今のセリフ。それで、イギリス戦が始まりますけど準備の方は？いや、あるわけねえだろ。ドイツと海戦になったから海軍なんて強化せず放置してたわ。準備万端なところなんてガチでクソ雑魚すぎるから、アフリカに置きっぱなしのハリボテ師団くらいだわ。まあ海兵隊すら前線で使うくらい切羽詰まってんもんな。ということはイギリスはしばらく放置でとりあえずドイツを片付けるんですね。どの道ドイツを降伏させんと師団も使えんしな。幸い向こうは大陸から離れた島国、こちらがそうであるように向こうも突然のことのわずだからしばらく上陸の心配はないでしょう。当然誰もがしばらくは上陸の心配はないと考える。だが実は導入したモッド、ザ・ロードプー56によって新たな領土が増えている。フランスはノルマンディー地方、そのすぐ近くに実はひっそりとイギリス領が存在する。陸続きで当然港もあるので上陸の必要はなかったりするのだが、どうやらウプ主は気づいていないようだ。だが、このことは私の心の内に秘めておくとしよう。なんか今私たち以外の誰かが喋ってなかったか。気のせい気のせい。気のせいですって。あ、そう。さて、それでハーフリカにも進行しつつ、ドイツにとどめを刺すとしましょう。さてイタリアがかなりヤバいですね。ドイツ軍の師団の数こそフランス軍に対応するため減ってますが、イタリア1個師団とドイツ1個師団ではレベルが違い普通に押されてます。幸い港があるから良かったが、トリエステのイタリア軍と分断されてるな。これはフランス軍が早くドイツと決着をつけねばイタリアが終わる。それでドイツはいつ頃落とせそうですか？それがあいつら人も国土の半分も落ちてるくせに、まだまだ降伏する気配がないんですよ。そろそろこちらの士気が落ちてるし、一度進軍を停止するべきじゃないか。うん、ドイツに準備期間を与えるのかなり怖いんだよな。せめて中央のドイツ突出部分を包囲殲滅できればイタリアを助け出せそうなんだがな。進軍を停止するとより時間もかかりますからね。そう、その通り。今こうしてる間にもイギリスはフランスへの上陸作戦の準備を。なんだこれ。あれ、イギリス軍だな。あ、イギリス軍、なんで、っていうかいつの間に上陸してきた。いやいや、上陸してきたら伝わるのでそれはないですよ、見落としてない限り。つーか、あそこもしかして鼻からイギリス領だったんじゃねえの。え、嘘。そういやこの辺王室属領あったよな。というかなんでイギリス軍フランス軍いないのにまだ渡ってきてないんでしょうか。いや何か張り付いてるがそいつのおかげっぽいな。あれは、イタリア軍。どうやらイタリアの騎兵師団が守ってくれていたようだな。これはかっこいいですね。自国が大変な時にこんなところにまで師団を貸してくれていたとは。イタリア、君は盟友の中の盟友だ。手のひらクルックルだなお前。確か前半部分で味方にしなきゃよかった的なこと言ってます。さて、出さ後ろは盟友に任せ我らはドイツを仕留めるとしよう。東部のドイツ軍はともかく、南部のドイツ軍は士気率が死んでいる。今なら一気になんかしイタリアを救い出せるかもしれない。おそらくだが、現地との委員を落とせば決着がつくと思うぞ。待ってろイタリア、今救い出してやるからな。来るならフランス本土と思っていたんですが、まさかの旧ドイツ領にイギリス軍が上陸してきました。あ、港が取られてますよ。ですので仕方なくデンマークに張り付いていた師団で奪還しに向かわせます。そして気づけばイタリアがさらに分断されてました。イタリア軍必死に防衛してるが相手になってねえな。マジでこのままだとフランスもヤバいので急がねば。てことで超特急でなんかプラス本土から新師団を向かわせ挟み撃ちにします。本国のドイツ軍と違って士気率も武器充足率も結構あるから殲滅は時間かかるな。退路を塞いで包囲して身動き取れなくすればそれで十分よ。さてアルプス山脈はイタリア軍が結構来たので任せて、と我々はオーストリア攻略に全力を注ぎましょう。旧オーストリアはともかくチェコの首都プラハまでもう一歩ですけど進めませんね。うだったルーマニア鉄衛団の師団が邪魔してきますね。あれ、ルーマニアといえば独ソ戦って確かもう始まってる時期だよな。そういえばそうですね。実は密かに開戦してるんですか？いえ、どうやらドイツは不可侵条約を守ってソ連に侵攻してないようです。お、約束をしっかり守るさすがドイツ。やっぱ嬢ちゃん、この戦争の原因覚えてる？まさかドイツもっと、まさか時代落ちにそんな臨機応変な頭脳があったとは。独ソ戦で失敗した上か三段が一切ない状態でアメリカに宣戦布告する男が成長したもんだ。フランス軍がようやくウィーンを占拠しました。しかしドイツ軍はまだ降伏しようとしません。諦めが悪すぎますね。こっちもあっちもかなり死傷者出てるし、そろそろ降伏してもらわんと後で苦しいな。おそらくドイツの都市をあと2つ3つ落とせれば降伏するかな。ところで今気づいたんですけど、フランス安定度低すぎませんか？フランスは基本国民が一致団結してくれんからな。とここでドイツが降
降伏、ようやく長く苦しいドイツ戦が終わりました。最初宣戦布告された時は絶対終わったと思ったんだが、意外となんとかなったな。正直イタリア軍がいないと積んでましたね。イタリア、君の犠牲は無駄にはしないよ。いや死んでねえから。ベルリン条約締結によりフランスは新たに29もの領土を得ました。具体的には現代ドイツの領土丸々1個とデンマークとオランダを併合、その他だとオーストリアとチェコをイタリアが併合して、ハンガリー、ブルガリア、ルーマニア、そしてドイツをフランスが傀儡化しました。結構大胆な併合をしたな。まあナポレオンも復活しましたし、初代ポレオンの時みたくでかい領土の方が見栄えがいいってもんよ。さてそれでは本日はここまで。視聴者の皆様、本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価、それと X のフォローどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。